高橋秀通は、日本のホームパーティー研究家、ピクニック研究家、テイクアウト研究家、一般社団法人日本ホームパーティー、協会代表理事、京都精華大学特任准教授や、神戸市任命神戸創生委員などを歴任。クリエイティブ&サウンドユニットノルアシャイロックス代表。20代から30代前半は、雑誌編集者、音楽プロデューサーを経て、DJ として海外を放浪。帰国後に広告や映像のクリエイティブディレクターを経て2012年に一般社団法人日本ホームパーティー協会を設立。ホームパーティーやピクニック、そして飲食店のテイクアウト文化などを研究し、ウォールストリートジャーナルやテレビ東京のワールドビジネスサテライトでも特集された。京都精華大学では特任准教授を歴任。学生、社会人の就職や転職のキャリア論を研究。京都市立芸術大学や福井県立大学、神戸電子専門学校、専門学校 ESP、ミュージカルアカデミーなどで非常勤講師やゲスト授業を担当。クリエイティブと音楽制作のユニットノルアシャイロックスでは DJ やクリエイティブディレクターとして国内外のファッションブランドのパーティーを主に活動している。ありがとうございます。